はい、ということで、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、なんと特に要望が多かったですね、はい、開発スタッフインタビューの第1弾です。はい、暁のヒカルーが来てくれましたヒカルー石原です。よろしくお願いします。いやプレッシャーですね、これ。いや、その、こう、ゆるく、はい、はい、やっていければと思いますので。します。はい、ということで、じゃあもう、早速、質問の方をね、聞いていきたいと思うんですけど、まあ、改めまして、はい。いつも何やってんの？あ、自分がってこと？そう、だからやっぱり、はい、その話はね、いろいろいつも聞いてますけども、はい、なんか、詳細、いつもどんなお仕事を？昔は、その、数値入力とか、確率とかも全然やってたんですけど、はあはあはあ、今は結構その、まあ、生放送のウェイトも大きくなってきたので全体を見る仕事の方がちょっと増えてきたので、企画職なんですけど、企画職の中のちょっと、うん、あのいろんなあのセクションの方と話すっていうのは多い感じです。はあはあ、この月はこの、うん、なんていうんですかね、フェスで盛り上げて楽しくとか、うんうん、そういうやっぱりあのテーマっていうのが毎月毎月あったりとかして、はい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 、結構そういう企画みたいなことを考えて調整していく側の人ってことですね。そうですね、はい。石原さんもお仕事の中で苦労しているとか、それぞれのこう、こう ありあってほしいみたいな、やっぱ差がはっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、自分の中の差がっていうのが、うん、社の中でも、うん、こうであるべきだっていうのありますし、うん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 、お客様の中でもこうであるべきだっていうのがあって、うん、でそれをどうゲームに表現するんだっていうところで、うんうん、できるだけいろんな皆さんに、うんうんうん、いいねって言われるところを作りたいんですけど、うんうん、そこの、まあ、塩梅ですかね、うん、それは本当苦労っていうか、やっぱ佐賀の愛し方ってやっぱ割れます。割れてると割れますね。あ、弊社の中で殴り合いにやっぱなります。あ、そんな、え、物理的な言葉のリモートなんでね。リモートなんでね。もうね、リモートのエモーションでこうエモートで。いや、そのバランス取りがやっぱそのユーザーさんの意見とかも含めて結構大変なんですね。そうですね。じゃあ一番、はい、まあ好きなシリーズというか、あ、キャラクターであったりとか、はいはいはい、まあ、もちろん RS シリーズ大好きなんですけど、うんうん、あの制圧戦でこう動くじゃないですか、あの自分のお気に入りキャラクターが、うんうん、お気に入りキャラに設定するとどこが動くじゃないですか。動かしたくて、特殊走行車を動かしたくて、特殊走行車が好きで、シビーな、うん、こうやってピョンピョンって動くのよくて、はい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 、で、その後、神がですね、神ね、可愛いんですよね、はいはいはい、ドットが綺麗で、ドット綺麗ですよね。今は、今の推しは、はい、あの、DJ ハニワです。おぉハニワ、ハニワ真横に飛ぶんですよね、はいはいはい、ドットが GB 系多いですね、そしたらね。ああ、いや、そうなんですよね、なんか、ドットで生まれ変わった感、なるほど、楽しんじゃいますよね。はい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 、うん、いや、だから市川さんも GB 好きじゃないですか、うんうんうん、そうですね。で、こう人間男が最近ね、すごいす大暴れしてるんですよ。はい、だからやっぱ好きなシリーズを僕は今聞いといたのは、その好きって言ったシリーズで今後強キャラが来るんじゃないかって、はいはい、やばちょっと待って、いや、本物柔らか質問してください実を言うとですね、はい、強さはちゃんと、はい、フラットな人に来ちゃんとバランス派が、はい、そこはじゃあ入ってないですね、はい、プライベートが。そうです、僕が昔この武器、なんか例えばこういう武器作りたいって言った時に、はいはいはい、そういうバランスの検証班に話すと、うん、いや、ここは力1上げられないっすとか、あー、やっぱ細けえと計算されてちゃんとしてるみたいな、へぇー、トーンですね。なるほど。じゃあちょっとなんかこっそり教えたい、なんか秘密だったりこだわり、うん、RS 内でこんなん気づきましたみたいなのがあります。北川健さんの方もそうなんですけど、うんうん、正直なこと言うと、制圧戦マップは、うん、ちょっと遊び心入れても怒られないから、うん、あ、そうなんですか。入れちゃうっていう、楽しくやっちゃったの。ちょっとお魚跳ねてるとかそういう世界観とかのなんか
モチーフちょっと入れたりとかするのは、はいはいはい、結構自由にやらせていただいてるので。そうですね。だからやっぱりイベントの中でも、はい、まあ、制圧戦であったり、あの佐賀県コラボのって、うん、やっぱ遊び心全開で来るじゃないですか。そうなんですよね。みんなニコニコしながら描いてますね。やっぱ楽しいですか。楽しいですね。へー、最初の佐賀県コラボの時とかも、うんうん、シナリオライターのナギと一緒にこう作ったんですけど、いろいろ話してたら、うん、結構夜遅い時間にもう自分でもうゼロからそのホーム画面のエントランス画面の指示書をドット風のやつ書いてくれて、うんうんうん、みんななんか楽しくなって、うん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 、結構もうフルスロットルでっていうのはたまに見かけます。いやそれがやっぱ伝わっってますよ、やっぱり、ね、ゲーム内からこれ楽しい、なんかギラギラ言いながら作ってんだろうな。今後はどうなんですか、そのイベント的に、はいはいはい、こんなんがここでしか言えないけどもこれ再生数かかってくるかもしれないから、何言うかで、これ絶対全員怒られますね、これ言えなこれダメですね、言えない言っちゃそうですね、お楽しみにいいですね、お楽しみに、はい、本当、うん、言いたいですけど絶対怒られる。一文字でいいですよ。ダメです。硬いな。逆に信用できました。絶対言わない。もう絶対一番言わないんだっていう。だもう結束が見えましたね。やっぱ皆さん、はい、開発陣はどれぐらい遊べてるもんなんですか。はいはい、なかなか難しいと思うんですよ。開発しながらとかっていうのもね。正直相当難しいだって開発中のやつを触ったりしなきゃいけないわけ、それって自分のデータじゃできないわけですよね。そうなんですよ、ね、ちゃんとしてるんで、うん、その開発端末と、うん、やっぱ自分の端末は絶対別なんですね、はい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 、だから開発2倍触れてるっていうか、あーうわーそっち移行できないですね上がった分こっちに移行できればいいのに。そうなんですよ。あーなんでみんな普通にちゃんと課金して市川さんも以前おっしゃってたんですけど、うん、会議中に再生ボタン押しても、うん、誰にも何も言われないんですよ。まあまあそうなの、こうやって何か言った方がいいね。さすがに対面できた時ですね、コロナの前の時とかも、うん、うちのスタッフも堂々とこうポチって押しあ今押したなっていうのが分かる。そうです、市川さんもポチッと押して、うん、ここクリアしたよみたいな話して、はい、そうなんですねみたいなのも、まあね、番組が始まりますよ。はい、佐賀の番組で嬉しい。いやこれすごいことですよね。ね、ゲーム番組1個背負ってってあんま聞いたことない。いやいやそんな、だからなんかちょっとやっぱみんなで、はい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 、作っていきたい、はい、あるじゃないですか。なんかこんなことやったらいいんじゃないですかみたいな。ちょっとゲーム触りすぎて、うん、逆に佐賀を散歩してなんかこういうアセルスがあここにいますねとか、はいはいはい、なんかやってほしいなと思って。佐賀ロケ。佐賀ロケ、はいはいはい、フラット旅みたいなと。ロボット光るの多分後ろでエリアだと思う。ノボさんのニューヨークシーン撮らせてる。いらないでしょ、ノボニューヨークシーン一番終わっちゃうよ、すぐそんなことしてたら。